勉強したらですね、やっぱできるようになったので、まあ、とはいっても勉強すればできるようになるんだなと思ったんですけれども、今度は神戸に、灘高校に行ったらですね、勉強してもできないんですよね。いや、本当に。灘高校って面白い学校でして、入試の先生全部教えてくれる。入試の時に、あなたは何点取って、合格点は何点で、だから受かったんですよっていうのを教えてくれるんですよ。今まで内緒にしてたんですけども、私の灘高の入学成績は下から2番目ですからね。後から、あと2点も、悪かったら落ちてた。ギリギリ滑り込んだだけなんですよ、ね。で、行ってみたら、本当にね、やっぱり、ものすごくできないんですよ。ね。で、本当に、長岡の時は、しばらく勉強したらできるようになったんですけれども、灘高の神戸の時は、1年間ずっと劣等生だったので、生まれて初めての劣等生経験をするんですよね。今まで劣等生だったことないですから、もうかなりその時しょげたんですけれども、でもまあまあ、随分、とは言っても、ここは努力しかあるまいということで、必死で努力したら、まあなんかこう、それなりに成績も上がったんですよね。なもんで、さらにというのがありまして、さらに、まあ、さすがに東大に行ったときに、まあ、劣等生にならなかったですね。灘高ってやっぱいい高校ですから、灘高でまあ、そこそこ成績良かったら、そんなに東大って劣等生にはならないんですけども、絶対かなわないってやつに何人か会うんですよね。もう、こう逆立ちしても一生勉強だけしても、こいつには絶対かなわないなってやつに数人に会うんですよ。で、まあ、そんないっぱいあるじゃないの、確かにそう言ったって。いっぱいあるんじゃないか、いいじゃないかと思うかもしれないんですけど、これもその、今度は青年米山隆一君にとっては、やっぱりものすごいショックなんです。自分は、勉強できることが自分だと思ってますからね、僕は本当にガリ勉少年だと思うんですから、モテませんでしたし、運動もできませんでしたし、勉強だけは取り柄ですからね、勉強で、その取り柄が、絶対叶わない人が世の中にいるっていうのを見るのって、やっぱりすごいショックなんですよ。かなり落ち込むと思うね。その敗北感にこう打ちひしがれたりはするんですね。で、まあ、やっぱりアメリカに行った時もですね、アメリカに行くと輪をかけて、もうなんか、次元が違う人っていうのは何人かいるんですよね。もう、これダメだっていうね。で、そういうのをこう何度か見て、何度かなってか、割に何回も何回も味わってるもんですから、全然その実は負け続けの人生でございまして、でこの前選挙も負けましたしね、この選挙でも田中さんは私は絶対勝たないとは全く思わないんですけれども、でもいずれにせよ強い相手に、まあ、また負けてるわけですから、わりかしよく挫折の人生を歩んできたんじゃないかと思っています。なのでぜひ皆さんも米山さんはそんな自分さんなんて言わないんですけど、ね、米山のね、わからないなんて思わずにですね、この雪の苦労も、豚飼いの苦労も、はい、そして負けることの苦労もいっぱいしてきた人間であると分かっていただけるととっても嬉しいなというふうに思います。で、まあそんな冗談をさておきですね、ちょっと政治の話をさせていただこうと思います。先ほど佐藤さんからですね、医者をやったり弁護士をやったりしてればいいのに、よくまあ政治家なんてやるよねと言われたんですが、まあその辺の、はい、政治を目指したところを話させていただこうと思います。で、まあ、まずこれは何度かご紹介させていただきそうなので、ちょっと恥ずかしい、熱くなってしまって、脱がせてください。すみません。何度かお話しさせていただきそうなエピソードなんですけれども、私は自分はですね、多分日本の貧しさを知っている最後の世代だと思います。私は子供の頃ってまだいろりがありましたね、家にはいろりがあって。ね、私が本当に小さい幼稚園に保育園に通っている頃ってまだ小説パイプの道路ってなかったですね。で、うちはもちろん農家ですから、農家で家族中が働いてますから、私とは姉をこう保育園に預けて働きに行かないわけですよね。で、保育園に預けに行くのには祖父と祖母が私と姉を背負って、で、こう雪をかいて行くわけですね。で、当時は本当に雪深かった、皆さんもご承知の通りすごく雪深かったですから、それをやっていくのにもう1時間ぐらいはかかるというようなことだったと記憶しています。まあ、子供の記憶ですから多少は違いますけど、とにかく長い道をずっと送ってもらって、で届けてもらったっていうのを覚えてるんですよね。
それは小学校1、2年だったと思いますけど、1年か2年ぐらいの時に、家の前にドッカーンと田中先生のおかげで、小説パイプの道路ができたわけです。でも、保育園はまあもう、小学生だから行きませんけれども、もう車に乗ったら 10分かからなくて5分ですよね。歩いたって15分で行くようになったと。もう大革命です。で、うちのじいさんなんか本当に喜んでですね、裸足でその道を歩いたっていうぐらいですから、その時にも、やっぱり誠実はすごいなと。で、まあ、いつかはそういうものをやりたいなっていう気持ちがその時にはありました。ですので、私は子供の頃ですね、小学生の卒業論文にはですね、大臣の話になるって書いてあって、子供、本当に子供なんですけれども、いかにも子供なんですが、でも、もちろん博士ってね、その勉強するのも好きだったので、勉強も考えたんですけれども、でもこう、政治で人を救うっていうのを、できることならしてみたいっていう気持ちはありました。だからまあ、そうは言ってもですね、高校生になった時に、まあ、そうは言っても政治家になれないよなと思ったんですね、やっぱり。当時はまだほら、皆さんご承知の通り、地盤、看板、カバンがね、華やかなりし頃ですから、1億かかるとか2億かかるとかって言われた時代ですよね。いや、政治の肉店持ってて、その頃儲かったんですけれども、だいぶ持ってられて儲かっちゃいたんですが、1億はもう儲からないんで、とっても無理ですから、とってもまあ、俺ね、政治家なんてのは無理だろうと。なったらまあ、程よく人も救えますしね、勉強もできるし、ね、人も救えるし、まあ、ちょうどいい職業だなと思って医者を選びました。で、まあ医者になったということで、で、まあ医者になって、程よくまあ、守備よく、どこの試験にも落ちずにですね、医者になって、まあ、東京の方で医者をやってました。で、それこそですね、まあ、あなたせっかく医者になったんだから、今この地域のためにっていうんだったら、ぜひね、その医者としてここで働けと、皆さん思われるかもしれない。私はそれも、確かに、まあ、最もだろうなというところはあります。わかる。今、本当にね、医者足りませんから、気持ちとしてよくわかるんです。でも、と同時に、ちょっとそこから政治の話なんですけれども、医療の現場にいたものとして、それでは結局問題は解決しない。それだけやってたらですね、この中越地区に、というか、新潟県に一人医者が来るだけですね。私が来て、一人医者が来るだけだと。でもそれじゃあこの崩壊しそうな医療体制は全然解決しないんだと思っていて、ぜひそこは政治の力で変えていきたいと思ってます。で、これは皆さん、実はね、本当にここにいらっしゃると深刻に理解されているっていうか、深刻にもういつも肌身で感じていると思うんですけれども、医療の格差ってね、すごく大きいんですよ。まあ、皆さん中央と地方の格差っていうと、大抵あれでしょ、経済の格差を言いますよね。まあ、東京の給料とこっちの給料違う。それは、ね、確かにその通りです。東京の給料がはるかに高くて、で、若い人なんかこっちでね、なかなか仕事がないですから、なかなかね、ここにいられないってなります。それは私もぜひですね、その問題には取り組んで、しっかりと解決していきたいと思うんですね。でも、まあ、でも、100歩譲って、実は経済の格差ってしょうがない部分だったんです。で、なんでかっていうと、東京駅前ね、ある日たこ焼きを売ったら、多分1日1万個ぐらい売れるんだと思いますよ。小出駅前でも、まあ、もしかしたらさらにね、広瀬とかあの辺の中条駅とかで、須原駅とかでこう、たこ焼き売って1日100個売れるかなって話だと思うんですよね。で、そうするとまあ、給料ってですよ、たこ焼きを何個売ったかによって給料決まるわけですから、それはまあ、そのままでいいとは思いませんけれども、多少なりともその、ってしょうがない部分だってあるんだと思います。でも医療の格差って本当にそれはしょうがないのか、これは私はぜひ皆さんに伝えたいし、皆さんぜひ怒ってほしいと思います。というのは新潟の医療、ね、まず医者の数ですけれども、100ベッド数あたりに医者が何人いるかって10人で、これはですね47都道府県中42です、ね、後ろから5番で、人口10万人あたりに医者が何人かって、これ185人で、これはまあ42よりちょっといいんですけれども、47都道府県中39位。で、だから、やっぱり全然いないんですよ。で、もちろん東京にはいっぱいいるわけですね。で、それは、まあ、ね、なんとなくみんなそんなもんだと思ってますよね。でも、その結果どうなってるかっていうと、私自身が医者ですからよくわかるんですけれども、ただまあ、こちらの、小出病院の一生懸命